八大一郎と三笠の宮隆人親王。八大一郎は日本のレスリング選手、指導者、政治家。日本レスリング界の父であり、参議院議員も務め、また東京オリンピック招致にも尽力した。広島県秋群江田島町出身。父親が海軍兵学校の教官だったため幼少時代を江田島で過ごし、その後父親の軍工地への転勤で、くれ。 佐世保などで育つ。旧政改正中学校に入学するが、旧政会場中学校に編入学し、早稲田第一、高等学院を経て1932年早稲田大学政治経済学部を卒業。同郷の小田美紀夫は、早稲田の一学年上にあたる。総大在学中の1929年、所属した柔道部がアメリカ遠征を行うが、レスリングに敗北。 負けたことで1931年、八田は同志数名と大学にレスリング部を創設した。これが日本のレスリングの始まりである。レスリング部創設に時間がかかったのは柔道家でありながらレスリングを重要視するなど船木かぶれの異端者と周囲の迫害が激しかったためである。当時、八田は体育協会から派遣されて可能時頃の秘書をしていたが、 カノーからは、レスリングを始めるのも良いが、50年かかるよと言われたという。ハッターカノーの言葉を宝物のように心に留めた。ハッターの晩年の弟子、松並健志郎は、生まれ故郷の柔道界に敵対心を持ち続けることで、己の闘志を鼓舞させ、不退転の決意を持続させることができたのではないかと述べている。1932年4月、ハッターは、 同志と共に、大日本アマチュアレスリング協会を創立する。しかし、大教には認められず、他に、オリンピック目当てのレスリング団体が、うごのたけのこのように名乗りを上げ、他団体の牽制によって妨げられたが、仲介者により、大日本アマチュアレスリング協会と行動官派と、大日本レスリング協会の3団体から2から3人、ずつが出場するという折中案で大教の公認を得て、 同年のロサンゼルスオリンピックに出場。しかし、八対下6人の柔道講談者がいずれも敗北。この頃はまだレスリングは柔道のアリューとの考え方が強かったが、八田は柔道とレスリングの違いをはっきり認識、単身アメリカに渡りレスリング修行。帰国後、壮大の大熊行動の隅にレスリング専門道場を作った。これで、 日本レスリングの基礎が固まった。先のオリンピックによる敗北で、そのためだけに結成された他の団体は自然に消滅し、大日本アマチュアレスリング協会だけが存続して、今日の日本レスリング協会に発展した。二度にわたる兵園駅、6年余りを中国で従軍、除隊を経て戦後、日本レスリング協会第3代会長。40年近くの長きにわたり、 会長を務め、その強烈な個性とカリスマ性で日本を世界に、互いして戦える、レスリング王国に築き上げた。戦前から築き上げてきた国際的な人脈がものを、いい、日本レスリング協会は、国際レスリング連盟への復帰が認められ、レスリングは、他の競技に先駆けて1949年、国際大会に参加が認められた。アメリカスポーツ界を見学した。 お田みきの助言を受け1950年、日米対抗試合開催。それまで力任せの日本レスリングに、アメリカから学んだ技が加わり、日本レスリングは急激な進歩を遂げた。1953年、自分の敵は許さない、自分の邪魔を切って捨てる見解なハッタに対して、ボイコット事件が起きた。早稲田出身のハッタは、役員も早稲田 OB で固めたため、 慶応や明治の OB から反乱が起こった。しかし反乱は失敗に終わり、以後は完全に発多の天下となった。発多は自分の主義は変えないため、息子ともよくぶつかった。発多自身、著書で私の即決主義での説明不足もある。私は俳句をやるが、俳句というものはすべて省略で行く。だから私の言動も誤解を招くのだろうと話していた。 ハッタは、高浜巨子の近所に住み、巨子に指示したことから、大化、巨子の空気を吸ったという意味で、苦臭、廃棄を出していた。1954年、世界レースリング、フリースタイル選手権大会東京が招致され、ハッタも、監督として、日本チームを率いた1952年、ヘルシンキオリンピックでは、石井翔八が、戦後初となる金メダルを獲得したのをはじめ、 金5個を量産した1964年、東京オリンピックを筆頭に、オリンピックで金20、金14、銅10のメダルをもたらし、柔道、体操に並ぶ日本のお家芸とした。その間、世界大会でダントツの成績を残していた当時渡航が難しかった、ソ連に選手派遣を実現させたり、中国、北朝鮮など多くの国を訪問。 スポーツを通じた国際交流を図る。大韓オリンピック委員会委員長などを務めた李翔司が、早稲田の後輩という関係で、戦後の韓国レスリングの面倒を積極的に見たり1953年頃からは、レスリングを国技とみなす国が多い西アジア諸国に、坂に選手を送り出した。アフガニスタンの専門家として世に出た松並健志郎はもともと、 ハッタが松並を同国にレスリング指導者として派遣したものハッタが海外遠征に送り込んだ選手は延べ約1000人に及ぶ。その中には、渡米してそのままニューヨークに留まり、レストラン、ベニハナの成功で大富豪となり、レスリング協会に多額の寄付をしたロッキーやオキラも含まれる。俳句を通じて、ミカサノミア・フサイラーと交友を深め、 1948年の国民体育大会からレスリングが正式採用されたのも三笠宮隆人新郎の尽力があったからという。もともと資格のレスリングのマットが現在のように円形になったのは1971年、八田の提案をフィラが受け入れたもの。八田の頭に相撲の土俵のイメージがあったと言われる。1965年7月には参議院議員選挙に 自民党から立候補し当選、スポーツ議員第一号となった。この時は目覚ましい成果を上げた1964年、東京オリンピックの翌年だったこともあって、戦前、この非常時に外国のお遊びとは何事か適正スポーツだ。トレスリングを排斥し、戦後も学校教育の中に取り入れない文部省を徹底的にやっつけてやると吠え、レスリングを 高校の成果に取り入れる、要文部省に圧力をかけて認めさせた。この時文部省をやり込めて、大いに留院を下げた。参院選2期目の立候補したが落選。ハッターレスリングを盛んにするために国会に出ただけで、儲けさせてやるような考えがなく、政治上の部下ができず落選した。プロレスや他のスポーツ界にも大きな影響力を持った。特に、 今はない国際プロレスに当時全く日本には知られていなかったヨーロッパの外国人レスラーを紹介、モンスター・ロシモフやビル・ロビンソンなどの多くの競合外国人プロレスラーが来日を果たした。また、明治大学レスリング部のサンダー杉山をプロレス界に入れたり、中央大学のレスリング部にいた鶴田智美にプロが栄えればアも栄えると説いて、 プロレス入りを決意させたことも有名である。さらにアントニオ・イノキタもモハメド・アリセンのきっかけを作ったことでも知られ、その業績は多岐にわたる。ソ連のレスリングの強さの秘密はサンボにあると、レスリングにサンボの導入を試み、1963年にはソ連レスリング選手団と共に4名のサンビストを初来日させた。当時、日本人はサンボに関する知識を全く、 持っていなかったが、これは日本柔道界へ継承的役割も果たした。さらにハッタはサンボそのものを日本に根付かせようと1965年に日本サンボ連盟を設立、ビクトルコガをソ連に派遣し、日本とソ連の交流パイプを構築した。ビクトルはその後もサンボの国際的な普及に大きな役割を果たした。他にオランダで 練習相手がいないとこぼしていたアントン・ヘイシンクに大きい選手もいるし寝技もうまくなると1958年頃ヘイシンクにレスリングを練習を進めたという1964年東京オリンピックの招致は1959年春に招致の成否を握ると言われた中南米を歴訪したフレッド・イサム・ワダの話が有名だがワダのアンギャに先立つ4ヶ月前ほぼ同じコースを ハッタは東京都議、北島義彦と旅している。北島には東京オリンピック大会招致実行委員長という肩書があり、ブラジルの IOC 委員には東京主持の確約を得ていたという。東京オリンピックを目前に控えた1964年、当時総大レスリング部監督とレスリング全日本のコーチを兼任していた白石剛たちを東京12チャンネルに推挙。 白石は、その後、同局の初代運動部長を務め、白石率いる東京12チャンネル運動部が、三菱ダイヤモンドサッカー、メキシコワールドカップ、ローラーゲーム、女子プロレス、モハメドアリの世界戦、箱根駅伝などを他局に先駆けて中継し、日本のスポーツ中継の発展に大きな足跡を残した。日本体育協会理事、国際レスリング連盟常任理事、 世界アマチュアレスリング連盟副会長ほか、社団法人日本ウォーキング協会、財団法人日本プロスポーツ協会、財団法人健康スポーツ連盟、日本サーフィン連盟などいずれも、初代会長に就任、ジャパンケンネルクラブ、JKC、ボディビル協会ほか、会長や相談役などを引き受け、これらの団体の発展に大いに寄与した。まだ、 スポーツクラブという概念すらなかった1970年、総合スポーツクラブの草分け、スポーツ会館を建設した。1978年頃から観光編で入院。八田は、レスリングのことしか頭になく、大調理事なのに、レスリングの話でなければ出席しなかった。また、八田は、主号で朝、昼、晩、毎日のみ、入院まで1日も酒を抜いたことがなく大調の、 部屋でも飲んでいた。1983年4月15日、76歳で死去した。次男の八田忠明は1991年からアメリカレスリング協会の女子強化コーチの一員でもある。2003年、八田の最後の弟子とも言われる福田と宮が日本レスリング協会会長に就任している。なお、近年男子レスリングは苦戦しており、 不参加の1980年モスクワオリンピックを除いて12大会連続でメダル獲得中だが、金は1988年のソウルオリンピックにおいて小林隆が獲得したのが最後であった。しかし2012年ロンドンオリンピックにおいて米光達弘が6大会24年ぶりとなる男子レスリングで金メダルを獲得した。 2013年9月28日、八田の功績を称えるとともに八田イズムを学生たちにもということで、八田のレスリング界での教え子でもある松並、上部陽次郎、花、原勤、藤本秀夫などの尽力により、日本体育大学レスリング部が宿所玄関に、銅像が混流された。日本レスリング協会 HP 抜粋、八田イズムとも呼ばれたスパルタ指導法は、 今や伝説となっている。狩りの犬獲物を追って、どこまでもという俳句を読み、好んでこの句を色紙に記号した。しかしながらこういったあいつはも、マイナーと言われたレスリングの話題作りのため、との見方もあり、アイデアに長けた会長だったとも言われている。六年余りの軍隊での不条理で非合理な体質に、憤り、1964年当時から世間の根性論にも批判的で、 正しい根性論と間違った根性論の違いを認識し、著書の私の歩んできた未知の竹やり根性と負け犬根性で正しい技術の練話とその実力の苦しい鍛錬を忘れて、精神力だけで一万一の優勝を期待していたようなところが日本のスポーツ界にはなかっただろうか。それでは外国の力には勝てない。と表し、 発イズムもシャイな日本人が世界で勝てる環境に左右されない図太とい神経を身につける合理的なトレーニングと当時の選手は認識していた。また神経戦もうまくソ連やトルコは練習を公開しなかったが練習を公開し柔道をやらせたり記者会見で合気道をやらせるなどのデモンストレーションを行った。こういう荒手があるという心理作戦に 外国の連中は引っかかった。1964年東京オリンピック開催期間中銀座の老舗宝飾店に金メダルを飾らせた。ほか、ありがとうございます。